ジェリアダイソーで収納用品を購入してきました。これを使って収納を見直していきたいと思います。そして今日はぴったりにこだわってアイテムの組み合わせでぴったりなものがたくさんあります。最後までぜひ見ていってください。それでは早速スタート。まずはダイソーのファイルボックスハーフ200円アイテム。幅が 9.5 センチ、高さ 12.2、奥行き 32.2。 こちらを使って廊下の収納場所に使っているケースの中を仕切っていきたいと思います。とにかくここがごちゃごちゃなんですよね。ここもなんだけど整理できてないので、ここを一回全部取り出します。ここにはコンセント類だったり、いろいろ備品ですね。100均で買ってるフィルムリングフックとか、コードまとめるやつとか、収納に使えるストックやら小物がたくさん入ってます。ジェリアで購入できるセスキ炭酸ソーダ配合の拭き掃除シート大判厚手タイプのものを使って、ついでにケースの中も掃除していきます。界面活性剤が不使用なので、これすごく大好きで昔からリピ買いしてずっと愛用しているものです。5個こんな感じで入ります。で、横長なのでよくあるこういったケースにだいたいぴったり収まると思います。結構細々した備品をストックするので細かく仕切りました。お家の収納を見直す時などに使う100均で買った細々したアイテムたちはこんな感じで収納しました。こっちの下のケースも同じように見直したかったんですけど、このケースがね売り切れてしまっていて、また後日買い足して収納を見直そうと思います。続いてはダイソーの引き出し整理バスケットのワイドタイプ。仕切り板が1枚付き、サイズは 33.7cm、12.6cm×9.4cm のものと、セリアでもダイソーでも購入できるんですが、中身が見えるボックスのスクエアの深型タイプ、縦 9.5、横 9.5、高さ 11.2cm タイプのものです。こちらを組み合わせて玄関に置いてある棚の収納を見直していきたいと思います。ここには虫除けスプレーとか日焼け止めスプレー、防水スプレー、靴磨きなどが入ってます。ここは車の香り付けのものとか、あと夏に使う扇風機とか首を冷やすものとか、こういうのがごちゃごちゃっと入ってます。はい、奥行きも横幅もぴったりです。この中にごちゃごちゃしてたものを収納していきます。そしてこの中身が見えるボックスもちょっと余るんですけど、このケースに3つぴったり収納することができます。なので1つはここにウータンが使う虫除けの腕につけるゴム、これを入れてます。中身が見えるし蓋が開くのですごく便利です。そしてこちらはウータン用の虫除けパッチ。このケースは虫除けのジャンルにしたいので、ウータンが使える虫除けクリームと大人用の虫除けスプレー入れます。次はここは日焼け止めにしたいと思います。ウータン幼稚園に毎日塗っていくので、子供用の日焼け止め2つとジェルタイプ、そして私がサッと使えるスプレータイプの日焼け止め、仕切り板でちょうどいいところに仕切ります。で、ここには外出用の扇風機と首元が冷えるアイスリングを入れます。ここにスプレー類を入れます。防水スプレー、スニーカークリーナー、消臭スプレーで、ここにはウータンが肌荒れた時に外出前にねさっと塗れるように顔のクリームで、ウータンが使うアルコールジェル、スティック状の日焼け止め、これは持ち出し用です。もう一個あった、これ除菌スプレー。そしてここにはこういう靴ひもたまりませんか。ここには車用の香り付けするやつのストックを入れます。で、簡単な靴べら、ここも仕切ります。はい、こんな感じで収納しました。よし、OK。 これね、持ち手があるので引き出しやすいです。そして中身が見えるボックスはウータンでもどこに何があるか分かるので、出かける際にここから持って行ってくれます。見直しが完了。続いてはセリアダイソーに売っている中身が見えるボックスのさっきとちょっと形違いのもので平たいタイプのものになっています。縦 11.5 センチ、横 17.4 センチ、高さ 5.6 センチタイプのものです。廊下の収納のこの部分、ここには外出時に取っていけるようなマスクを収納してあったり、ハンカチ、ティッシュを収納してるんですけど、この奥にはストックがあって、このストックケースの中を見直していきたいと思います。一つはコストコで買ってる個包装タイプのマスクを収納してます。ちなみにこのケースはニトリで購入したケースなんですけど、今はちょっと形とか若干色とか変わっちゃっているので、全く同じものは多分売ってないんですけど、ニトリのものです。これがね、マスクのストックが2つぴったり入ります。で、こっちに個包装になってないマスクのストックで、私のアプリリで作ったマスクのストック、ただね、これ蓋がカチッとならないのがちょっと残念。あ、なった。あ、開いちゃうね、やっぱり。
ここにウータンのマスクを入れてるんですけど、これも同じケースに変えたいと思います。手ぶらで入りました。3つぴったり入る大きさです。ウータンのマスクのストックもここに入れておきます。でここにはボディーシートのストック、ぴったり、気持ちいい。このストック用ケースの中見直し、こんな感じになりました。ぴったりだ、見事に。ぜひちょっと参考にしてみてください。これもはい、続いてはこのケースの中に持ち出し用のティッシュなどを新たにセリアで買ってきたので補充していきたいと思います。いつもセリアで購入してます。このノーマルタイプのウェットシートと、あとこの保湿タイプの6パック入ってる小さいティッシュ、そしてこれも保湿タイプの大きいタイプのティッシュ、これをここに補充していきます。これはニトリのケースです。これはダイソーかセリアなんですけど、ペーパータオル、小さいカバーの時にハンカチ持っていけないっていう時にこれを持ってってます。これすごい便利です。ちょっとこれを違うところにやって、これはハンカチのところにやろうか。じゃーん、こんな感じで見事にぴったり入ります。でハンカチのところにこれをしまっていきます。ここにもね、ケース入れてます。蓋付きのね、ケースだったんだよな。これもダイソーです。で、こんな感じでできました。何もかもぴったりです。続いてはセリアのランチピックスケース、こちらを使って収納していきます。これは前にも買ったもので、このランチピックを収納するのにすごく便利で、大きさが縦7センチ、横10センチ、高さ7センチタイプのものになっています。このお弁当セットの中身を見直していきたいと思います。この中はお弁当を作る際に使うような細々したものが入ってるんですけど、ここがね、2つぴったりだなと思って、この中に海苔の型抜きを入れます。これも入りそうだね。全部入りましたね、型抜き。これをここに収納します。ここにはちょっとナチュラルなカラーの大人のね、お弁当用でしか使わないんだけど、これを入れます。お弁当用の抗菌シート、これもセリアとかダイソーで購入できるんだけど、おかずカップ収納ケース、大きさ違いで分けれます。これもすごくね、便利です。これもダイソー、うさちゃんの方、ご飯をかたどれます。こっちがくまちゃんと、このゴムバンドとかおにぎりシート、こんな感じでお弁当アイテムの収納見直し完了です。続いてはマグネットスイングケースのトールサイズとスクエアタイプ。これは発売されてからすごく大人気な収納アイテムなんですけど、我が家でもね、このスクエアタイプのものを輪ゴム入れとして使ってます。すごい使い勝手が良くて、こうやって斜めに開くので取り出しやすいし、中身も一目でね、何が入ってるか分かるので、冷蔵庫横につけて使ってます。ここでなんと、このセリアの袋止めクリップ、この長い方が12センチタイプと小さい方が6センチタイプのクリップなんですけど、これがそれぞれにぴったり収納できます。縦もぴったりだし、重ねてもマチがぴったり。そしてこのスクエアの方にこのね、6センチタイプのクリップがすっぽり入っちゃいます。これも重ねられるし、いっぱい入れたらすごくぴったりで気持ちそうこれがぴったり入る大きさってことに気づいて、クリップ収納これにしようと思って買いました。見事なぴったりサイズ、気持ちいい。続いてはダイソーの蓋が止まるケースの S サイズです。これもダイソーで全部買えるんですけど、ウータンと夏アイス作りをしてて、このアイスを作る型とか棒とか収納しきれてなかったので、ここにまとめて収納します。しかもこのケースにミニーちゃんの型がぴったり収まるサイズ感です。ダイソーでなんかミッキーとかドナルドとかいろんな型があったと思う。アイス作りで使うものはここにひとまとめにしました。続いてはダイソーの小物衣類収納に使える蓋付き収納ボックスのクリアホワイトです。3種類のサイズを買ってきたんですけど、まず左は34、33、31センチサイズのもの、真ん中が 30×40×14.5センチタイプ、右は 37×26×26センチのサイズのもの、こちらを購入してきました。これね、まだまだいろんなサイズ感があって、一番小さいサイズをよく使ってます。このサイズ感を今日初めて買いました。じゃあこちらを使ってとあるものを整理していきたいと思います。このクローゼットのケースの中に 19×26×26センチタイプの小さいサイズをここに2つ使ってます。
このケースにこの2つがねぴったりなんですよ。この中にはカチューシャ入れてます。結構カチューシャこの中にバーって入れててごちゃごちゃしてたのでこれで綺麗にしました。ディズニー好きなんでディズニーアイテムはなかなか手放せないし、こうやってコレクションしちゃいますね。でこっちもちょっと整理したいなと思って全部取り出します。この奥に37、26、26センチサイズのケースを入れます。ブランケット、今年の冬使いたいなと思って残してるホワイトシリーズ、かわいい、はい、これとかを入れて、これも100均かな、袋で収納してるんだけど、手袋とかそういうものもここにひとまとめにします。ダッフィーちゃん、はい、このケースにぴったり入りました。そしてこっちディズニーで使えるようなカバンとかポップコーンケースとかごちゃごちゃ入れてあるので、ここもね整理したいなと思って袋で仕切ります。これはパリのディズニーで買った思い出のリュックです。かわいいよね。じゃん、これかわいい。何これ、一回もまだ使えてないんですけど、ディズニーのカゴバッグ、このブランドです。今あるかどうかわかんないけど、これかわいい、まあ、こんな紹介はどうでもいい。このケースは楽天で購入したので楽天にあると思う。まだきれいに収納できました。よいしょ。この30、40、15タイプの平たいタイプはクリーニングで上がってきた畳のサイズ感にすごいぴったりなんですよね。今季は着ない、来年着るようなクリーニングしたお洋服はこの中に全部入れて、ここにデッドスペースがあるのでそこに入れておきたいと思います。結構このウォークインクローゼットの下の方ってすごくホコリが溜まりやすい場所なんですよね。なのでこういうスペースはケースに入れて収納しておくのがベストだと思います。続いてはセリアの綿棒ケースです。これに蓋もすごく可愛いんですけど、私は蓋なしで使います。これはねリピ買いで、ちょっと一つ前のケースはずっと使ってたんだけどすごく汚れてきちゃったので買い直しました。これはこの一般的な200本入りの綿棒がぴったり入る大きさなので、私はいつもこれに詰め替えて使ってます。でちなみにこの中はしっかりと貯金済みです。で一般的なこの200本タイプだったら大体がスポッとはまるんですよ、こんな感じで。なので逆さまにして入れ替えるだけ、手でも触れないので衛生面的にも大丈夫。もちろん蓋も閉めれます。ただ私はこの蓋を外して綿棒を取り出すっていうワンアクションがめんどくさいのでこの蓋を取ってしまってます。衛生面的にも気になるよとかっていう方は蓋を閉めて使った方がいいと思います。我が家では黒と白どっちも使うんですよ。なのでここに並べてます。このケースはね綿棒の収納にぴったりなのでぜひ試してみてください。続いてはセリアのポケットティッシュケース、クリアなタイプです。ただこれもティッシュケースとして使うんじゃなくって物の収納に使うのでもったいないんですけど、蓋は取ってこのサイズ感があるものにぴったりなのでそこに使います。続いてはリモコンスタンド1番。トースターを置いてる下にニトリのカゴのケースを使ってるんですけど、ここにちょっといつも飲んでる粉末のスティックタイプを無印のこの斜めのケースに入れてこんな感じで収納してたんですけど、なんかいまいちじゃないですか、ここ何って感じだし、そもそもこれはこういう風に使うものなんですけどね。見事にこれ全部タイアップさせていただいた企業さんですね。これは野菜不足な時とか飲んでたりとか、これは動画では紹介してないんだけどここのコースを紹介しましたね、エステプロラボさんの。これもやっぱ良くてタイアップしてから自分でいろいろ飲み続けてます。あとは賢者の食卓も朝血糖値上げたくないなっていう時とかは飲んでますね。全部タイアップさせていただいたものなので詳しくは動画でいろいろ紹介してます、ぜひ見てください、そちらの動画。はい、まあそれもちょっと関係なくてすいませんって感じなんですけど、なんとこれもニトリのこのカゴケースに横幅がぴったり収まります。でここにそれぞれ入れたいと思います。はい、こんな感じです、ぴったり。これはちょっと違うところで使います。続いてこちらなんですけど、これはこっちにね使おうかなと思ってます。全部ポップアップでもらったお菓子です、ありがとうございます。ここでもちょっと余談なんだけど、もう余談ばっかり、見てグッチのお菓子、これねマリリンさんからもらったの、ポップアップの時に。すごくない、さすがマリリンさんって感じ。賞味期限がまだまだ持つのでちょっともったいなくて食べれてなくてここに置いてます。まあ、ここはもらったお菓子類とか、もうちょっとお茶出しする時用のお菓子などを入れるスペースとして使ってるんですけど、ここをねケースで仕切りたくてこの2つを購入したの。こ
これも2つこのケースに横幅がぴったり入るの。これをここに入れて、あとのお菓子をここのケースにまとめていきたいと思います。このよくもくのクッキー美味しいよね。大好き。何これ、なんでこんなぴったりなの。そして名古屋のゆかりっていうエビのおせんべいみたいな、これ大好きなの。これね、ポップアップの時もらったの嬉しい。ちょっとずつ食べて今もうこれだけという感じでね。このポケットティッシュ用のクリアケースはこれクッキーとかおせんべいのサイズ感にぴったりなのっていうことに気づいちゃって2つ購入してきました。何なの私、ぴったり収納ばっかり、ぴったりフェチになっちゃうわ。という感じでこの2つはこんな感じの収納になりました。はい、続いてはセリアのワントールトレイ、スクエアタイプの細長いクリアケースです。このケースはここに2つ使いました。ここはね、美顔器を置いてるんだけど、このヤンマーはスタンドがそもそもあるからこうやって自立して立てれるんだけど、よく使うセリキュアのこれはね、スタンドがないんですよ。こうやってね、横に置いてたんだけど、このケースで立てて収納するっていう風に見直しました。続いてセリアの薬ケース1週間分というケースです。これをずっと買おうか迷ってたんですけど、最近飲むサプリメントが何種類かあって、それを毎日袋から取り出して飲むのがめんどくさくなって飲まない日が最近続いちゃったので、これでちゃんと1週間分管理してしっかり毎日飲もうと思って購入しました。でこれと一緒に使うもの、これはダイソーで購入しました。まあ、セリアとかにも売ってると思います。この細長いタイプを使ってウォーターサーバーの近くに定位置を作りたいと思います。ちなみに私は持病などはないので、全部美容のサプリメントなので、ご心配なさらないでください。スポンコ餅は私は夜2粒飲んで、週3で朝も2粒飲んで、1日4粒飲む日もあります。はい、こんな感じです。これで飲み忘れることもないし、もし仮に飲み忘れたとしても昨日の夜飲み忘れたんだとかわかるので、そこも安心だし、もう全部のサプリメントお薬をこう一括にしておくとめんどくさくならずに飲めるので、これを買ってみました。でこれをこのケースに収納します。これもぴったりです。でここがカーブしてるので取り出しやすいです。魔法のテープを貼っていきます。これをウォーターサーバーの横に定位置として置いておきます。動線的にお水を飲むときにサプリメントお薬を飲むので、ウォーターサーバーの周り、そして冷蔵庫の付近に定位置として置いておくといいと思います。はい、続いてが最後になります。こちらダイソーのファイルケース、ペンケース付き、バッグ内の整理に大活躍というメッシュケースなんですけど、ここで収納したかったものにぴったりなんですよ。てかそのためにこれは作られたのかって思うぐらいぴったりなんですけど、それがじゃん、これアスリートの方とかも使ってるって言われてる今話題のマッサージ機なんですけど、肩こりが本当にひどくて買ったんだけど、上がらない肩もスッと上がるようになったりとか、お尻とかに当てるとほぐれてちっちゃくなるし、買って正解だったっていうねマッサージ機なんだけど、これこういうちょっとハードケースに入ってるんですよ。で結構厚みがあって場所も取るから、もういっそのことを他のケースに入れ替えたいなと思って、別に持ち運ぶわけでもないし家で使うだけなので、これをここに収納します。これもぴったり入る大きさです。そしてこういった付属もついてるんですよね。このペンケースの中になんと収納しちゃう、このためにだから作られたんですかって思っちゃうぐらいめっちゃ便利なので、これをここにスッと入れるでしょ。したらね、一式これがまとまって収納できるんです。めっちゃ良くない？でしかもこの付属品もこれとセットで使うので、ペンケースに入れておくことでバラバラしないし、このペンケースも取り外し可能になっているので、これだけ違うとこに保管しておくでもいいし、ここに一緒に入れておくでもいいし、めちゃ便利。ちょっとこれはただの自己満なんですけど、こういうねマッサージ機とかそういうものがあったら一式こういった使いやすいケースに入れ替えて保管しておくっていう方法もぜひ取り入れてみてください。